見見れば見るほどですはい、えー、世の中いろんな動きがあるぞということであります、この時期でございますけれども、お便りはウルトラマン米太郎さんからもいただいておりました、大絶景バカ満点さんからもいただいております、はい、そしてこちらの方のお便り、えー、山田く木材よいしょさんですが、安倍晋三、えー、首相は4日の参議院予算委員会集中審議で、ゴルフ場利用税についてプレー代金に占める比率が高くなっているのは事実だ。 高市さな、ね、えー、総務大臣ともよく相談しながら検討したいと述べ、今後の見直しが必要との考えを示しました。示しました首相は、ゴルフ好きで知られており、週末などの、うん、を使ってプレーをしております、ねうん。スポーツ行政を担当する下村文科大臣も、えー、障害スポーツであるゴルフの振興を考えると、ゴルフ場利用税を廃止すべきだと考えていると強調。 消費税との二重の課税があると述べ文科省として利用税を所管する総務省に対して廃止を求める意向を示しました、えー、麻生太郎財務大臣も2016年リオデジャネイロ五輪で実施される種目に税金がかかるのはいかがなものかと、ね、消費税率が10%に上がれば地方の税収が増えるから 過去、えー、廃止する一つのタイミングとして良い感じがすると同調しました素朴な疑問としてガソリンってガソリン税石油税環境税の3つとガソリンの本体に対しての消費税がかかってるんじゃなかったんですかねそらねそらネットでボロクソ叩かれますわねということで まあ、あの、麻生さんの言葉なんかを見ますと、はい、やっぱ確かにスポーツでやってる、うん、重量上げの選手なんかですね、はい、重量上げの練習するたびにですね、税金取られましたとか、うんうん、<laughs> それなないですよね。はい、ゴルフなんかは、そのたびになんかね、練習し,、うん、していくたびに税金が取れるかと。 いうことからすると、まあ、なるほどなとは思いますけれども、<laughs> やっぱり君らみんな好きなとこからやっていくな、一番興味のあるとこからやっていくな <laughs>、はい、いう、そんな感じはどうしてもね、ゴルフをだからスポーツと捉えるべきか、うん、娯楽と捉えるべきかっていうところなんでしょうけど、ねはいまあ、オリンピックである以上はまあスポーツなんじゃないで,すか、うん、でも、一般の人たちがやってるのは、あれはもうスポーツ、うん、まあスポーツなんでしょうけど、でもやっぱ娯楽的要素が高いわけでしょ。<ー> うん、でそこにだから税金ってことで今まであったんでしょうけど、あ<ー>ま、だからそこの議論もあると思うんで、も好きなとこからやってきて、ねはい、好きなとこから、はい、好きなの、興味のあるとこやっぱりやりますね。ありますよ、だから他今まで,でもよくありますよ、だって、あの子供の問題でもほら、保育所が足りないとかっていう問題、うん、それはすごく日本全国的にあるわけですけど、じゃ,じゃあ足りないって言って、やってどこからやったかって言ったら、霞が関の保育所先に作るみたいなことも今までありましたからね、<laughs> あそ,ううそれはまあ率先してやるっていうのはいいことかもしれませんけど、議員、はい、さん、自分のとこだけやるん みたいなちょっとね、ちょっとなんか心の中で、うんと思うところが、全国的なお母さんたちにはあったりとか、自分たちのところからやっていくやっていくかな <laughs> ということで、まあ、これはまたいろいろ国民の中からいろんな感想が上がってくることと思いますがね、うんはい、木村平さんから頂い,いております参議院予算委員会で社会党の。 社民党の家、えー、吉田党首にい財都会との関係や週刊誌の伝えたところの脱税疑惑を問われた安倍首相が逆ギレしたそうですすらしいですね,ね他のメディアの方が先に伝えた打ち方やめ発言を確かめもせず、朝日新聞の捏造だと発言したり、嫌いな野党の質問に当てつけるように、棒読みで答弁したり、すぐ感情的になる人ですねと、まあ、こういうことですかね。うん うん、まあ、どちらにもいろいろね、批判が詰ま,まってます、ねはい。脱税の週刊誌のね、うん、ちょっと前あったというやつをこう出した時に。まあ、そこでは、あと、こう、はい、あの、迫った時に、うん、まあ。 そ,そこだけの雑誌のことだけで誹謗中傷に当たると名を毀損だってことで、ったみたみいですねクリオネ・ブルドックさんも、やっぱりそのあたりのところをね、はい、書いていただいて、いろんなことが今、国会の中では起こっているようですけれども、はい、Y 亀吉さんからいただいております、維新の党とみんなの党と、生活の党と野党3党が消費税10%への引き上げを延期する消費増税凍結法案を国会に提出しました。うん これをやらんと通ってしまいますから、はい、今、消費税を来年の10月でしたっけ、はい、あの、引き上げますよというのはもうこれ決まったことですから。はい、このまま放っといたらその通りになっちゃいます。で、今、それをどうするのか。もうやめようやとか、はい、引き伸ばそうやとか、いろんなことがあるにしろ、やめるにしろ、引き伸ばすことにしてもですね、うん、法律を作らないかんです。作り直さないといけない。ということで、まあ、野党三党これ出したと。 で維,新のうん、維新の党の枝共同代表は増税の前に景気を本格的に回復させていく、それは安倍政権下でできていないと、政治とカネの問題が、えー、陸続として起こっている中で、どうして国民に10%増税を押しつけることができるのかと。 えー、安倍政権を批判しました。えー、そして法案では消費税10%に引き上げる前提条件として国会議員の定数や歳費の削減、国家公務員の給与削減などの措置を講ずることとしています。その上で賃金上昇率や完全失業率も、うん、確認して引き上げの実施を検討するものとしております。 安倍総理は消費税を予定通り来年10月から10%に引き上げるかどうか来月上旬にも最終判断をする予定ですが野党三党でのこの法案その判断を、えー、牽制する狙いがあるようであります、えーぶえー、株価上昇で一見景気は良さそうに見えますが庶民には景気が良いどころか物価は 上上ががるけれども給料は上がらないといとう現実、えー、個人消費はこれからも良くなるとは思えませんこんな時に10%の増税を決断したらというあた,であたりで文字化けがこの方、うん、起こっておりますからここで、はい、ねというまあ大体この方の意図は分かりましたよね。うん まあ、消費税をこれからどうするのかというところで、うん、いや、やるべきだ、やらんべきだ。で、このことについてはね、はい、港の知恵さんからもいただいておりますが、消費税率10、来年10月に10%引き上げるかどうかの最終判断に向けて、有識者に意見を聞く、景気点検会合というのがあった。で、引き上げ賛否は分かれて、えー、おりまして、5人が賛成、1人が反対、2人が、時期の 延期を訴えたと。正直今、この問題に関しては、ええー、到底いいとは思えませんけどもね、ということで、友和さんなんかも、伊藤隆俊さんとか、加藤淳子さんとか、小賀信明さんとか、菅、え、義、ー、明さんとか、いろいろこう、あの、有識者というだけあって、教授であったり、それから、連合の、小賀さんなんかは連合会長。うん。から、菅さんは、あの、女川町長。 であったりとかね、はいうん、三村明夫さんは日本商工会議所の会頭、うん、であったりいろんな方がですね、えー、こう加わって意見を述べたということで,、うん、でさっきの、まあうん、あ上げた数字が賛成とか反対とかとということになってますねその辺のところは意見が分かれてますけれどももともと消費税を上げるっていうところはアベノミクスで、うん、あの景気の 回復っていう下支えを先に作っておいて、その段階で消費税を上げるっていう計画でしたよね、だからいろんな数字、株価とか、うんそ、その辺はなんか上がってきてるとか、いろんな調査の結果、こういう指数上がってきてるみたいなことが、ポコ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 出て、景気は上がってるんだって安倍さんはすごく言ってますけど、うん、今回のこの景気点検会合、意見、その辺上げるべきところはどこかっていうところでは、意見分かれてますけど。うん 景気は落ち込んでるっていうのは一致した意見として、こう決まったらしいですよで。さっきの小高さんの話で言うならば、うん、家を建てる時には土台があって、その上に柱やなんか壁をつけてやらないか、その土台というのは、景気がきちんとしている、はい、その上に増税というお家を建てるのに、土台ができてないやないかいうことできてないけど、その意見が分かれてる、でしかも、なんかこの間から安倍さんとか坪井さんもよく解説してますけど、あのこれ、延期とか、やめるとかいう話になって、 くるとそれを景気が悪いって認めることになるから、うん、それはできないみたいな、<あ>逆意見みたいなのもあったりとかっていうけれどもういうういう意地みたいな、ね、そう,そ,うそういうところがあって、意地とかなんかじゃなくて、実態の話ですからね。うん、だけど、こういう会合でもう景気悪いっていうふうに決まっちゃったりとか、うん、あと与野党,与党からも、やっぱこの状況で10%ないんじゃないみたいな話が出てくるってことは、もう実際やっぱり景気は全然回復してないっていうことでしょ。うん まあ、あの、上げろという人の立場で、まあ、別に味方もしてませんけども、言うならば、はい、景気が悪いのに上げるということは、うん、上げなかった場合にもっと悪いね、印象、景気って起点をきますから、うん、あ、これはもう大失敗なんだ、というようなことにも拍車をかけるかもしれない。そして、やっぱり財政なんていうのは、あくまでもそこから行くわけであって、今の景気がこうであっても、まず上げるって、その後、様々な景気対策。 うんね、こういったものを手当てをすれば、ですねこれはきっとうまくいくんだという、<ー>まあそういう意見が<ー> <laughs> あんた、加わって喋ってきたよかって、ね、<laughs> ただ、あんた有識者というよりも、なんだやろうな、あんたの場合は、<laughs> <laughs> 分,か <laughs> 分からないですけどね <laughs> はね、いはい、三河源氏さんからもやっぱりそういうようなお便りとかね、うん、あのまだまだこのことにつきましてはね、 あの、壺からボ、ボイメンさんからも、あの、参政権言ってた人は別の国に住んでるようにしか感じられませんね、というような、<笑><笑>なんでこの時期あげるかな、と。ねうんどうして議員削減という言葉出てこないんでしょうっていうのは、さっき言いました、野党が出した凍結の中に、いろいろ前提として、はい、あの、いわゆる経費の削減とか、議員のどうのこうのっていうのは、やっぱり野党の方ではやっぱ、この方の意見のようなね、そういったことをもうちゃんとやらないかんないかという意見もあったようなことでございます。 ね、はい。キクラジオの